さあ本番は5号艇高田、しっかりピット離れしまして枠主張の構え、枠慣れでの待機行動になりました。3対3で第5レース、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。角から4号艇村松が好スタート。さあしゃくりながら寄せてって一周一マークまくる4号艇に1号艇抵抗して両者大勢に打ち返してくるのは6号艇が狭いところ、さらに間を5号艇も割ってる。バックスレッジはまくった4号艇の村松に迫るのは内から5号艇6号艇高田と武蔵島、スタートは正常でした。さあ高田が先をかけていくが、ここは4号艇抑え込んで村松が一周にマーク先取り、後ろから逃げる6号艇で内からぐるっと5号艇の高田、本番に戻ってここは4号艇の村松がリードを取った。3艇身2番手に5号艇高田光、3番手は6号艇の武蔵島誠で上位3艇4番5番6番。レースは2周目に移って1番トップで4号艇の村松、2番手6号艇が前を遮った、その外をかわすように5号艇の高田でバック側の2番手争いになって、5号艇ボート半分優勢高田、内から6号艇猛追武蔵島、そこからは4艇身5艇身相手4番手が人気の1号艇貝原です。2周の2マーク2番手争い、内から並んできて6号艇武蔵島が牽制しながら回る、そこを外行って5号艇に流れたのが高田交代3番手、2番手には逆転6号艇の武蔵島で4、6、5に変わってレースは最終周回です。4番手1号艇茅原との差は4艇身ほどありまして、これから3周の1マーク、トップは角からまくって見せた4号艇村松、2番手道中逆転の6号艇ブース島、3番手は5号艇の高田光が守っています。リードは3艇身ほど、内からじわりじわりとやってくる1号艇の茅原でありますが、4、6号艇これからラストターンマーク、トップは4号艇の村松、2番手6号艇ブース島、3番手5号艇高田に大きく開いて懐を狙って、1号艇茅原及ばず。上位体系4番6番5番第5レース先頭4番ゴールイン、6番5番1番でゴールイン、3番ゴールイン、ラスト2番がゴールイン。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。